どうも、阪神情報局です。今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょうということで、現在、この動画を撮影しているのが11月5日の火曜日なんですけれども、今回の動画はタイガースの最新情報まとめです。この動画をオフの情報収集にご活用ください。よかったらぜひとも最後までご覧いただけると嬉しいです。では早速お話をしていきますが、タイガースの最新情報まとめ。もう今日はこの話題で持ち切りになるでしょう。青柳投手のポスティングによるメジャー挑戦についてです。 いやー、本当に驚きました。ちょっと想定していなかった流れだけに困惑気味ですが。 まずは青柳投手のこれまでをざっくりと振り返っていきましょう。青柳投手は2015年ドラフト5位でタイガースに入団、で今シーズン9年目を終え、12月で31歳を迎えます。1年目から1軍でコンスタントに先発起用され、まずブレイクを果たしたのは4年目の2019年ですかね。この年25試合に先発し、9勝9敗、初めて規定投球回をクリアし、防御率は3点台前半。そして翌年2020年も短縮シーズンながら21試合に先発し、2年連続で規定投球回 をクリアしこの年も防御率3点台ただそこからもう一皮向けられればというところで、この時の青柳投手には様々な課題があった。まずは送球面の不安。ピッチャーゴロやバントの処理など、いわゆるショートスローですね。 ピッチングとして思いっきりキャッチャーに投げるのとは違い少し腕の振りが緩まるショートスローで冒頭が起きてしまいそれが失点に繋がるということも多々あったまあ、しかし青柳投手はそこでワンバウンドスローを取り入れてたとえ不格好であってもアウトを取れる確率を高めていくでそれがしっかり結果に繋がっていきましたよねそして青柳投手が大の苦手としていた左バッターその左バッターを抑えるために様々な対策を進めた、まあ、本当に一つずつ課題を克服していく姿というのは本当に心を打たれましたこのように向上心を常に 持ち続けてきたからこそ2021年大ききく花開きましたよねこの年は25試合に先発して13勝6敗、防御率は2.48。見事最多勝と最高勝率の2冠。まあ、この2冠を達成したのは球団史上3人目。そして翌2022年はさらにレベルアップ。24試合に先発して13勝4敗、防御率2.05。 見事、投手三冠を達成。そして2年連続で最多勝と最高勝率を同時に獲得したのは、山本義信投手とともに NPB 史上初のことだったということで、この年はベストナインにも選ばれて、推定年俸2億4000万円に到達。ただそこから2年間、青柳投手は苦しんでいます。昨シーズンは18試合に先発し、8勝マークしたものの、防御率は4.57。で、今年は12試合の先発で、2勝3敗、防御率は3.69。 で、通算の成績を見ていくと、ここまで154試合の登板で、先発が153試合、もうほとんど先発でキャリアを作ってきたピッチャーです。61勝47敗、防御率は3.08、898回と3分の1を投げて、奪った三振は647個、被打率が2割4分4厘という数字です。さあ、で、そんな青柳投手は、今年の12月に31歳を迎えます。 で、3年前から憧れを抱いてきたメジャーリーグの舞台にポスティングシステムを利用して挑戦する。先ほどもお話をした通り、青柳投手は自分自身の課題を様々克服し、2021年に投手2冠。で、この年は青柳投手にとってアマチュア時代を含めての初の国際舞台、東京オリンピックの日本代表としても戦った。このオリンピックでは青柳投手自身悔しい結果となりましたが、このあたりからメジャーで投げてみたい、そういった気持ちが強くなったそうです。2021年に初めて個人タイトルを取って、 東京オリンピックも経験した時ぐらいからアメリカ、メジャーで投げてみたい。 挑戦ししたたい気持持ちを持ってきましたとで、この2021年のオフに初めて、タイガース球団にメジャー挑戦の意向を伝えたそうです。で、即容認とはなりませんでしたが、その翌年2022年、さらに数字を伸ばして投手参観。で、そこからも継続して、メジャーへの強い思いというのは伝えていて、今回タイガース側も容認する可能性が高いと。で、本来青柳投手は今年1年間、一軍態度を続けていれば、国内 FA 権を取得する予定でした。ですが、抹消期間も長かったんで、まあ、今年 FA 権を取得することは叶い ませんででししたたが今回のの挑戦には家族の後押しもあったそうです自分の知らない環境で一からやってみたい気持ちが今は強いと。現在は周期キャンプに参加せず、球団施設でトレーニングを行っていますが、不甲斐ない気持ち、悔しい気持ちはもう関係ない。体の使い方を継続してもっと良くするだけと。このようにコメントを出しています。 で、今回の一連の流れについて、一ファンとして感じることを述べていきたいなぁと思うんですが、まず結論としては、ずっと青柳投手が持っていた夢です。応援します。ぜひとも夢の舞台で輝いてほしいです。で、先ほどもお話をした通り、これまで自分自身の課題を一つずつクリアし、素晴らしい実績を積み重ねた投手が、理想と現実の狭間で直近2年間は苦しんだ。でもこれまでの貢献度は嘘じゃないですし、数字は嘘をつきません。紛れもなく青柳投手は、タイガースに大貢献してくれた投手です。 もちろん直近2年間の数字を見て、え、この成績で行って大丈夫なのと、まあ、こういった意見もあると思います。まあ、これも至極真っとというか、青柳投手をずっと見てきたタイガースファンだからこそ言える部分、冷やかしは論外ですけどね。ただ本人はマイナー契約でもという強い思いを持ってる以上、ファンとしては背中を押すほかないかなと。 まただ藤波投手の時もそうでしたが、また甲子園でバリバリローテの柱として復活する姿を見たかったのも事実ですけどね。ただ新たに就任した藤川監督も FA という形でメジャーに挑戦してますし、まあこういったチャレンジ精神、向上心というのは絶対に否定しないスタンスですから、今回ここも合致するんじゃないかなと。で、今回は入札球団があればというポスティングによる遺跡なんで、規模感は正直読めませんが、タイガースにも上渡金が入ります。 ただ、藤波投手の時と同じスタンスで、上渡金にはこだわらない方針を示す可能性が高いと推測されるんで、もう本当に青柳投手の一存で、次の舞台を決めていくという形になると思います。で、そういった中で最後になります。どんな形であれ、青柳投手の夢が叶うという前提で、ここまでの戦力整備の流れをざっとね、振り返っていきたいなというふうに思うんですが、 タイガースは2024年開幕時点支配下65人でスタートしました。で、終了時点では68人。高橋春人投手、川原投手、佐藤蓮投手、この3人を支配下に挙げたからですね。で、そこからオフに入って、引退、戦力外、自由契約で8人がタイガースを去る。そして森木投手の育成再契約報道もあって、かなり支配下の人数というのは減りましたが、 新たにドラフトで支配下5人獲得。これによって一旦実質支配下枠は64になったんですが、先日、楠本選手の獲得調査報道がありましたからね。まあ、支配下での契約となれば、実際65になる計算です。ただそこから今回の動画でご紹介している、青柳投手がメジャー移籍となれば、再び実質支配下は64にという流れです。で、今シーズンも1軍で12試合先発した、青柳投手が移籍となれば、また新しいローテ争いが発生する。まあ、今シーズンは61イニングを消化し、防御率は3点 今年1軍で先発したピッチャー合計10人で、そのうち10試合以上先発したのが7人。 で、一桁の先発起用となったのが、高橋春人投手5試合、及川投手5試合、門別投手2試合。これ3人合わせてちょうど12試合なんですよね。で、3人合算のイニング数は71。まあ、これで青柳投手の今シーズンのイニング数を上回る形になりますが、それでも新しいピッチャーのさらなる台頭というのは必ず求められる部分。まあ、左なら高橋投手が頭から1年間投げられると、本当に大きな戦力になりますが、今年それぞれ1軍で先発した及川投手や門別投手のさらなる活躍が重なるとめちゃくちゃ大きい。 そして伊藤正史投手が来シーズン、また元気に1年間ローテで回ってくれると、これもめちゃくちゃ大きな要素になる。そして右ピッチャーなら藤川監督自ら手こ入れを行う西純也投手、そしてシューキャンプで高評価の茨城投手など、今シーズン1軍で先発登板がなかった選手が加わってくれると、さらに厚みは増します。もちろんまだメジャー挑戦という段階で、移籍が決まったわけではありません。ただタイガースは背中を押すスタイル。であれば我々も続報待つのみです。 青柳投手の夢がどんな形であれ、叶うことを祈るのみ。まだちょっと複雑な気持ちが晴れないという方もいらっしゃるかもしれませんが、よかったら皆さんのご意見もお聞かせください。はい、ということで、今回の動画では、タイガースの最新情報をまとめ、ご紹介していきました。やはり今日一日は、青柳投手のメジャー挑戦。この話題で持ち切りになると思いますが、直近2年間は苦しんでるとはいえ、それでもタイガースへの貢献度は非常に高い選手。 これからの流れはどうなっていくのか、引き続き注目していきましょう。皆さんは本日ご紹介した最新情報、それぞれどのように考えますでしょうかよかったら皆さんのご意見というのもお聞かせいただけると嬉しいです。ということで以上、今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいです。この動画が面白かった、ためになったと思っていただけた方は、よかったらチャンネル登録、グッドボタン押していただけると嬉しいです。皆さんのおかげで、この阪神情報局、チャンネル登録者6万1300人突破、いつもありがとうございます。 皆さんのご視聴、コメント、高評価、チャンネル登録が励みになってます。次は目指せ、チャンネル登録者6万2000人ということで、今後とも阪神情報客、何とぞよろしくお願いいたします。ではまた、次の動画でお会いいたしましょう。毎日、ドラホー、ありがとうございました。今後不青柳投手の思いに、球団も容認する予定、今後の流れはどうなっていくのか、引き続き注目していきましょう。ではまた。